柿つばた、ここで手を抜いたらオイラが楽しくねえからな。太郎、と意気込んだ割に全教科赤点。ねりね、留年確定。声優、やれやれ。すぐり、同じクラスにならないように祈るしかない。赤松、つばさん、さすがに問題だと思うよ。柿つばた、誰も慰めてくれないのね。声優太郎ねりねがノートさえ貸してくれていればこんなことには。だって貸したらくしゃくしゃにされるし。あれ原文だとくしゃくしゃだったから相当でひどくめちゃくちゃにした状態で返したのが伺えてくさよ。きっとドラゴンポケモンが遊んじゃったのに巻き込まれたんだ。座学が苦手ってどこまで信用していいんだろうな。モラトリアム楽しみたい積極的留年だと個人的に思ってる。実際、柿つばたが設定上アイリスとどっちが強いかで結構変わると思うんだよね。柿つばたの方が強いなら卒業後即アイリス蹴落とさないといけないからそれが嫌でダブリ繰り返してる。アイリスの方が強いならシャガの後継者になれなかった自分を見たくなくて帰りたくない。どっちかだと思うんだけど。学園トップのすぐりがリーグ歴史やサイカルでは地方チャンピオンランクの根も見ても足も出ないレベルだから柿つばたよりアイリスが上実力差に開きがあるだと思ってる。現状、地方トップアイリスもここ越えられない壁学園トップすぐり越えられない壁柿つばた。みたいな力関係だしな。柿つばたが主人公根もすぐりや当時のアイリスと比べてかなり年上なのも踏まえるとやっぱかなり強さでは引き離されてるかも。普通にアイリスの方が格上かと。柿つばた周りでアイリスのあの字も出てないからそこ関係ない可能性もあるからな。シャガさんといえばって感じでアイリス関係あんのかとなっちゃうのはわかるけど。地頭は良いけどシンプルに勉強が嫌いだから授業中爆睡してるし課題は一切やらないタイプだと思ってる。そもそもまず授業自体あんまり出てないんじゃなかったっけ？夜中にうろついてるみたいなこと書いてあったし勉強できないというより授業中寝ててないようが頭に入ってないだけではって思った。今日夜型人間で昼の活動向いてないんじゃね。日中授業出るのは楽しくないから出ないけど夜中にゲームやったり漫画読んだりロトムで動画見たりカップラーメン食ったりするのは楽しいんだろうな。大学1位に改正かな？実際こういう大学生はそこそこいるんだよな。カルデアだと昼夜問わずに授業を受けれるから柿つばたはカルデアが合うと思うんだよな。でもつばさんは多分荷物まとめるのも飛行機乗るのもだるいし眠いしかったるいから。よく入学できてよく一回進級できたな。そこら辺で昼夜逆転したのかもしれないけど。つばさんが、もうちょっとこの人どうにかできないかな。ってやきもきされがちなのってなまじ過去一回はちゃんと進級してるのがでかいよな。ずっと一年生で留年し続けてたら逆にもう根っからのそういう人間として受け入れられてた気がする。そもそもサボってることが問題なので昼夜やっててもサボるだけだろうからパルデアだろうが変わりないと思う。手持ちたちも夜行性なのかな。樹海の昼の方が日差しあって好きそうだけど、一年でも二年でもなく二年で足踏みっていうのがいろんな意味で絶妙すぎる。まあ地方チャンピオンと一学園の部活のチャンピオンじゃ力量に差があるからね。これで実はまだ力を隠していますだったらそっちの方が冷める。実は実力隠してます、とかだったらその時に出しとけよ。みたいなシーンが多すぎるし、柿つばたに関してはまずじゃあなんで主人公来る前に自分でチャンピオン奪還してないんだよとかそもそもなんですぐりがチャンピオンになってるんだよみたいな話になるから隠してる実力は特に何もないだろうな。バトル自体は好き。でも全力出せない。出してるように見られたくない。柿つばたと四天王戦するときに、ここで兄弟に負けられたら非常に困るが手加減したらオイラが楽しくねえから本気で行くぜみたいなこと言ってるし普通に全力出してるやろ。すぐりは少なくとも主人公は対等なライバルと認識してるようだし、おもだかさん以上に強い可能性全然あると思うから地方チャンピオンと学内チャンピオンの差の描写というより主人公とネモが特別強い扱いなだけの気がする。柿つばたはエリアゼロの立ち入りが許されておもだかさんにスカウトされてるからかなり上積みのトレーナーではあるだろうけど具体的にどの辺の位置かはわからん。すぐりは林間学校前までは単なるエンジョイ勢というか特別育成やバトルの勉強をガチってたわけではなさそうなのも踏まえて少なくとも今はまだ重高より下な気がする。立ち絵や髪、名前の由来的にアイリスとは結びついてる気がする。学園のチャンピオンと地方チャンピオンが同格はないわ。てかここは柿つばたの話するスレなんだからすぐりや他のキャラで比較するのはよしなよ。必死に卒業する理由がないからダラダラしてるだけで別に帰りたくないみたいな事情はないと思ってる。留年って気にしない人は本当に気にしないからね。納得者する理由って他人から心配されないようにわざと、とかなのかな。卒業する理由がないなら入学するなよ。おもだかさんがスカウトするくらいだから将来的にリーグの何らかの食事無理とかお任せられる実力はあるんだろうけどよくわからんね。再戦時の手持ちレベルはおもだかさん柿つばただけどほぼ差はないって感じだ。根元すぐりも手持ちのレベルはほぼ同格だけど実力差は大きいっぽいしレベルはあんまり関係ない気がする。学園トップじゃない段階でのスカウトであることとか第一二流の一族ってことに触れられてるあたり単に実力を評価してのスカウトとは違うっぽい。ただひいき目入ってるかもしれんが将来ジムリーダーやれるくらいの実力の伸びや才能はありそう柿つばた。手持ちのレベルって考察では当てにならんぞ。どこまで行ってもゲームバランスの都合でしかない。裏番長のこともあるから手持ちのレベルが絶対的とは思っとらんが直接対決の描写がない以上それくらいしか指標にできるもんがないからあげた。しかしおもだかさん VS 柿つばたはちょっと見てみたいかも。北上とか修羅の魔境ってことになるもんな。ブルベもそこら辺の生徒が他地方のジムリアチャンピオンより強いことになる。レベルはゲームバランスの都合と考えた方がいい。SV 内での主人公の属キャラクターの強さって番外編後のレベルで見るのが妥当なんだろうなと思ってるから。その視点で柿つばたは作中では上位なのは確か。実家が嫌なんじゃなくて、学校が楽しいから帰りたくないの線はあるのかもしれない。つばさん楽しいこと好きだし、1レベルの差ってのがこちらが思ってるより大きいんだろうな。ブルベ四天王は相性振りを覆せないし。なんというか、妙に詮索されやすい雰囲気があるだけの、楽しいことが好きで、ほどほどに怠惰で、ちょっと運が悪い少年なんじゃないかって気がしている最近。柿つばたって糞描写あったっけ？プレイヤーからは詮索されやすいけど、
作中 NPC からは放置気味な気がする。確かに特別気にされてた印象ないな。唯一おもだかさんが柿つばたを調べてたけど、おもだかさんは目的や思想的に手広く粉かけてるというか、対象が柿つばただから特別こだわったわけでもないし。大だっぷりはほどほどレベルで済んでないと思うけど、三流に関してはシャガさんが憂慮しながら親族に話したり、それで八作さんが柿つばたにお説教してるあたり、特においたわしい事情とかはなさそうな気はする。そもそもダブルバトルしかしてないブルーベリーゼと他のキャラを比べるのがずれてると思う。ブルベは一種でバトルに力入れてて、さらにそのリーグ部でチャンピオンをしばらく維持してたんでしょ。実力は十分だよ。パルデアは人材不足でネモが強すぎってのもあるけど、強いトレーナーがそもそもあまりいないから強化しやすいシステムに興味あるようなこと小野高言ってた気が。どの程度の実力かレベルで測れないから厄介ではあるけど、あの世界のトレーナーって2匹とかで勝負してくるし、カキツバタの強さはスグリに勝てないのに、加えてそのスグリが地方トップレベルに歯が立たないのがネックすぎるが、そう薄いのがあるから、カキツバタレベルでも十分バトルの腕で食持てるレベルなのは確かだろうな。なんならカキツバタに歯が立たないタロも世間一般的には食持てる強さだと思う。まあそのカキツバタは食物以前に進級する気もないのが現状だけどね。カキツバタもいつかもっといろいろなことに気づいて真面目に頑張り出す日が来るさ、希望的観測。バトル超楽しいし、みんな楽しもうし、総括必死で努力すること、したことにも大きな価値を見出してるネモあたりと絡めば良い影響受けれるんじゃね。勝手においたわしく見ようと思えば楽しくやれればいいし、層が誰よりも楽しそうに勝負するし、そういうジムの光景に選ばれてチャンピオンになった実力も備えたアイリスに実力で及ばなかったコンプレックスの裏返しに見える。オタクの妄想なのはそれはそう。カキツバタが楽しくやることや誰よりも部で楽しそうなスグリにこだわってたのは、シャガがアイリスとの思い出リンクで里で誰よりも楽しそうだったアイリスに惹かれたって言ってるから、その思想と繋がってるのかなって思った。その誰よりも楽しそうだったスグリ相手にカキツバタが空回りして終わったのは番外編で、実際にスグリに楽しさを思い出させたネモの振る舞いを見るに、離れてみてて理解した気にならず、直接仲良くして交流を深めることや、自分もちゃんと努力した上で相手の努力を認める姿勢が足りてなかったのかなって感じた。自分がしてきた努力を認めてもらえない辛さを抱えていたネモは、スグリの努力を認めた上でその先にある闇落ち、スグリの原動力はポケモンが大好きな気持ちって部分に到達してたけど、カキツバタは説得しかる前に、タロは可愛いもの好きが高じてポケモン強くなってんだ、好きでやってるから努力を努力と思ってないのがすげえのさ、強さにこだわって自分も他人も犠牲にしてる誰かさんにも見習ってほしいぜ。なのがね、本家アニマンの方にこの辺周りのセリフのまとめ比較が出てたけど、列挙されるとやっぱ根元明確に対比されてるなって思った。これ今思えばカキツバタのスグリへの認識が結果的に的外れなのと同時に、タロに対してもだいぶ失礼だな。タロは真面目に努力する人間が好きだろうし、何度も負けてもカキツバタに挑むあたり、勝ちたい気持ちもあって敗北し続けることを良しとしてるわけでもないだろうし、適当な奴にそんな当てつけみたいな褒められ方されても腹立つだろ。別に全てが的外れってわけでもないんだけどね、可愛いがモチベの中でも大きな部分を占めてそうなのはそうだし、適当な奴に対して相性有利なのにどうしても勝てないなら、それに対して絶対努力してるでしょうよってのもそうなんだけど、ネモが出会ったのは落ち着いたスグリだから、グレに会ったらどう接するかはわからんよ。その前にネモはボコれるけど、カキツバタをネモと引き合わせると逆に眩しすぎて目をつむっちゃいそう。その前にタロちゃんみたいに会ったことあるかもしれないけど、スグリはエリアゼロでフォローしないと完全な構成はしないのは規定路線だから、重要なのはその後としてエリアゼロ後の構成はしたけど、バトルの楽しさは忘れ去ってるし、自分の努力の価値も理解してないスグリをフォローして救えたかがこの場合の争点だと思うよ。あとグレスグリはネモに別に突っかからないだろうし、ネモも苦しんでる人を無意味にボコらないと思う。シンプルに勝負しろとは言うと思うよ。そんで負けるまでがワンセット。元ちゃん煽りムーディー自体はキャラ立ってて良いと思うんだけど、あの流れからまた前みたいに楽しくやろうやは説得無視というか、失敗してもしゃあないわ。あそこまで悪く書くならいっそリーグ部でのモラトリアムを守るために邪魔なスグリを徹底的に排除しようとするキャラでよかったのに、スグリとも楽しくやりたいし消えたら落ち込むから人の気持ち分かってないみたいな扱いになる。結局スグリには何も影響を与えないし、周りもからもなんかうっすら浮いて終わるなら、スグリも好きって設定いらなくないか。他のキャラ全員スグリに好意的なのに、カキツバタだけそっち方面にかじっちゃったら、うっすら浮くどころか完全に浮いた存在になってしまうのでは。そういう立ち位置のキャラになるのと、三流と脳特釈者をすられて妄想でカスタマイズされるのと、どっちがいいんだろうね。ポケモン SV の最新が終わってしまった以上、次の情報最新があるまではどっち捉えてもいいじゃない。二次創作は無理して狭める必要はないから。カキツバタ何も改善の兆しもなく終わった扱いされがちだけど、よく見ると今までは仕事全部サボってたけど、今後は巻き込まれた立場である主人公に代わる形で部長業務をやらされることになった。八作先生のガチ説教でサボり理論を全論破されて勉強することを約束させられてる。もう誰もノート化してくれないから自分で宿題やるしかないと来てるから、少しずつ環境もメンタルも努力せざるを得ない形に変わってきてるよ。赤松がエンジョイ勢からガチに目覚めつつあるとか、ネリネがスグリを思うと具合がおかしいことに気づき出したりとか、スグリが自己ヒゲや謝罪癖を訂正されてるのと同じで、今メスが入った段階だから、まだ明確な進歩が書かれてないだけだと思う。いいなこの見方、自分もさせていただく。やっぱ追加 DLC 必要なんじゃないですかね。自分大体この見方だな。本当にカキツバタ次第ってところ、交換ジェラルドにあわざま取ってくる時のように鈍足なんだろうけど、お姉さん気張れよって、頑張れ頑張れ。番外編より前だとスグリはネモのこと特別ってラベリングしそうだし、そしてこれはネモの地雷合わない方がお互いのためかなるよ。出会ったのがもろもろ落ち着いた後でよかったよ。本当に今年留年してしまったら、来年赤松スグリと一緒になるから、さすがにやる気起こるかなと楽観的な自分もいる。一緒に入学した子は多分もう卒業してるんだよな。ネリネが生徒会長してるから、最高学年は3年とした場合と思うと切ない。生徒会長は1年のネモもやってるから、あの世界で学年は当てにならんと思う。
メモは仙台の会長やアカデミーがいろいろあったから特例とかじゃなかった？厳格だったか？特例云々なんて描写はなかったはずだが、生徒会長ですと紹介されただけなのとピーニャも生徒会長してた時期がありましたってだけで、なおピーニャとネモに面識はないと思われる。とりあえず20までには卒業しろよ夏場さん。赤松とすぐりの後輩にだけはなるなよ。つばっさん買われる伏線張られてる解釈ええな。八作先生あと50回くらい呼ぶか。最高学年自体は推定4年生以上のキャラ出てきてないから3年生で考えていいんじゃないかとは。アカデミーは3年生以上のキャラ出てきてない20優生はいるけどから2年生かと言われると違うだろ多分。仮に4年以上あるとすると2年生で留年してるのが余計に深刻な気がするけど、学校生活半分も消化できてない。完全に印象の話だけどアカデミーは4年生くらいでもブルベリは3年生っぽい印象がある。ブルベリの方が中高っぽいのとかキツバタなら3段階のど真ん中の2で止まってるのが似合うのとで。アカデミーと違ってブルベリはストーリーで部活っていう学生が集う場が舞台になるし、ネームドの学年がほぼ判明してるし、そこで4年以上のキャラがいない以上3年生の可能性高そうではある。オレグレはまず学年判明してるキャラがあんまいないからな。何年生だろうが2年で参入してるかキツバタには関係ない話だろい。リーグ部という場でみんなが仲良く過ごしてることが大切ってのは部活至上主義の高校生僕あるが、学校はいつまでもいられる場所じゃないことに気づいてくれ。青年扱いなんだよね。ちょうど大人と子供の境目みたいな感じなんだけど他にそういうキャラあんま SV 内にいないな。タロやネリネやゼイユあたりは少女って感じはしないね。赤松はまだ少年感ある。作中で青年扱いってだけならペパーはあっちは大人にならざるを得なかった子供って感じでニュアンスが随分違うけど。現実世界で言うとレベルの高い大学に学力試験で受かる実力はあるけど入ってから目的見失ったり他に楽しいこと見つけてたどめする。っていう人はどこにでもどの時代でも一定数存在するからそういう感じの人だと思って見てる。新ポケもらえてたり DLC キャラでの重要度は姉弟の次くらいには良いはずなんだ。カキツバタの実力は地方トップ以下のすぐりに逆立ちしても勝てないせいで低く見られがちだがぶっちゃけ世間的には普通に中堅以上レベルはあると見て良いと思うけどな。すぐりが見た目子供かつ自分は強くないって言ってるからそれ以下が総じてしょぼく見えるだけで。バッジ8個集めたとか四天王に負けたとかでも言われてればはっきりするんだけどね。甲子園やインターハイみたいに学校同士の勝負とかあればブルベリのバトルモンも説得力出るし。カキツバタはなんとなく自分の限界とか、悟ってそう。なんかいろいろわかってる風で見誤ってたりポリシーがあるようで大人に淡々と説教されて言い返せないと、わかったよ。って折れるから自分の実力とか未来も勝手に当たりをつけて可能性を閉ざしてそうに見える。八作と話してる時のカキツバタの指導が必要な子供感は以上。カキツバタも朗々としてるけど学生でご立派なガキなんだよね。同じタイミングで再戦可能になるホームウェイ組と北上姉弟は 6V 個体使って努力値完備で平均レベルが高いネモすぐりとそれ以外で明確に差をつけられてるからリーグ部再戦の手持ちと設定上の強さはある程度準拠してると思う。個体値厳選と努力値振りは再戦ジムリと四天王主高もやってない中で 6V 努力値振りで平均レベルが主高の一歩手前なブルベ四天王の立ち位置がノイズになるけど、そこはこう、バトル重視でなさそうなパルデア地方とバトルに力を入れてるブルベリ学園の思想差環境差ということでどうだろう。先が見えてるとか挫折してるんじゃないの？知らんけど。上には上がいるの分かっちゃって頭打ちで、あの世界のことは分からないが年齢的には就職も考えないとならないくらいなんだろう。学校のチャンピオンでいられたのも楽しかったのでは。通学だったか？ようか知らんが、すごい毒親持ちだったりして。後継者争いとか嫌だよね。全く設定が分からないけど。先が見えているという意味合いではアイリスがいるから、みたいな思いはあるのかもしれない。だがそれも公式が公言しないから全部オタクの妄想の勢いでないのが悲しい。ジャンプさせてやれ公式。三遊分の学費はおそらく親持ちなので毒親どころか成人まである。というか親や一族やアイリス絡みで曇らせ案件があるゆえの三遊だったら社側八作にチクらないのでは。シンプルになんとなく立ち上がり方忘れちゃったけど上でも言われてるようにこれからは当分雑務の肩代わりや勉強や宿題から逃げられなくなって今後徐々にいろいろ解放に向かうかもみたいな感じなんじゃないかな。実家とわだかまりがあるゆえの留年と社側が分かってるならチクらないよね。本人の中でなんとなくモヤモヤしてるとかだったら知らんけど、とりあえずジャンプするかゲロしろ。ジャンプやゲロじゃなまぬるい。身ぐるみ置いてくぐらいしろ。素振りも吐くほど吐くほど言ってんのにカキツバタも吐くのか。なんかこの物質ゲロ臭いな。一人吐くのも二人吐くのも変わらんだろ。吐けカキツバタ。わだかまりあっても学費払ってもらってんならまずは卒業するか退学しろって話なんだよな。まあ実中ハック実家問題はないだろうけど。事情がどうあれおそらく学費払ってもらってる立場で親戚のおじさんポジの人に説教されてんのに、いや、学生のままだと気楽でいいんでもうちょいぬるま湯楽しみますわ、みたいなこと言ってる時点で少年はクズだよ。学費を自分で賄うためにアルバイト設定とかあるかも、いや早く卒業しろってだけだな。学費とか考えてないのが金持ちの子供だなって感じ。カキツバタは手持ちを可愛がってることは前提として、今まであまりトレーナーとしての努力とか強くなるためにがむしゃらになったりせずに、天性の才能と楽しくやりたいという気持ち中心でブル学のトップに居続けたのだろうか。努力を努力と思ってないからすごいっていうのはカキツバタの価値観からなる独自の評価基準だからそれこそ番外編ネモの闇落ちすぐりへの評価みたいなカキツバタとは正反対の受け止め方が出るのも仕方ないと思う。どっちが良い悪いではないけど対すぐりにおいてはネモは努力への共感を通してすぐりも可愛いものが好きで強くなったタロ同様にポケモンが大好きだから強くなった人だということを見抜いて救ってるからすぐりに合ってた人材はネモなんだろう。じゃあカキツバタに合った人材はと考えるけど上からある程度押さえつけた方が伸びる気がするんだよねカキツバタ。やっぱ八作さんのところに行け。カキツバタの掘り下げが今後ワンチャンありそうなのってポケマスぐらい？アニポケやポケスペに出るかもしれないけど原作とは違った設定の媒体だしな。
期待はされているし才能もあるが、ブルベリ学園という環境でやらないことを覚えてしまっていたので、今後どうなるかは、柿翼が青春が変えた環境からどういう影響を受けるか次第ですって感じのキャラだと思ってる。最終的にいろいろやらざるを得ない状況にはなったから、あとは今までより真面目になるか全部放り捨てて逃げるかみたいなところあるな。受付上の柿翼さんの発言は信憑性が、とかすぐりが柿翼の発言をタロで審議確認してるあたり、虚言癖もあるのか、翼さん。積み重ねた結果だろうな。虚言明確に嘘をつくってより口だけ大層なこと言っても行動しない、口約束は平気で破るってタイプで信用されてないのかもしれない。練り目とは相性悪いだろうなと思ってたら、やっぱり物質会話でそうだった。四天王チャレンジで 50BP 免除してくれたけど、こういう感じで無理に融通聞かせて受付からの信用がなくなったのかと想像しちゃって、いたたまれなかった。偉い人に俺が払うからいいだろって言われたら払わせるわけにいかないし、規則を変えざるを得ないって。受付に申し込みしようとして嘘ついてるかもしれないから断られるって、マジで何したらそうなるんだろうな。すぐりも嘘じゃないか確認してるあたり、生徒相手でも発揮してる臭いし。部長誰が良いかって部内でアンケ取ったら95くらいだろが指示取りそうだもんな。他に適任っぽい練り目は生徒会長兼任してるし。まあ部長用自体は柿翼がサボってるから、もともとずっとタロが中心だったっぽいけどな。持ち回りとか言ってたけど、練り目は忙しいし赤松も使えんだろうし。ちゃんと注意してくれるタロちゃんが先に卒業したら、いよいよヤバくねえか柿翼よ。そんな状況になったことがないからわからないけど、周囲に年下しかいないと自身を大人っぽく感じたり、一種の優越感みたいなのって生まれるのだろうか。留年に焦ってたら無楽だと思うんだけど、焦ってないからさ。自分をハスに構えた他の生徒とはちょっと違う見方ができる、俺的に思ってる感じはちょっとありそうに感じてしまう。ハッサンに会って柿翼に絶対ないとは限らんが、シャガさんとこでそんな雰囲気はなかったような気はする。まあ周囲の期待に応えろとは言わんが、後悔しないようになみたいな忠告してたから、何かしら期待を背負わされるくらいはあるんじゃないの。天才児アイリスとの絡みでいろいろ妄想はできるけど、妄想止まり。柿翼と八作の過激なファンは二人の優の一族、やなぜかくすべを批判し始めたりするのが謎。渡るは不在だし、伊吹は後継ぎにふさわしくないから、八作先生も柿翼もくすべの後継者に望まれてかわいそうとか X で言ってる人を見た時は失礼すぎて笑った。多少なりとも実際に人生の足引っ張られてるような描写がある八作は、まだしも現状その八作にすら、シャガさんにあんまり心配かけんなよ、無理して期待に応えろとは言わんが、後になって後悔すんなよ、あと勉強しろみたいな言われようの柿翼は、なんでそこから一族叩きの流れになるんだ。柿翼がやる気ない感じになってるのは、一族とのあれこれのせいにしたい人もいるんだろう。自分もそういうにじみるけど、原作とは分けて考えるように心がけてる。そもそもアイリスがチャンピオンになれてる時点で、そういう視点に関しては一族問題なんて存在しないし、DW 時点でジムリーダーな上に DW2 ではチャンピオンになってるアイリスを見定めたシャガの選択を無視して一族が揉めてるって思うのは、もはやシャガ、アイリス、一族へのグローだろ。期待されてたが答えきれないうちに天才児アイリスにぶち抜かれ、心が折れて楽な方に流れる性格になったみたいな概念はどっかのスレで見た。何の期待をされてるのかわからないけど、そういうのって大抵当人にとっては容易じゃないことが多いイメージなんだよね。タロが努力を努力と思ってないから、すごいってしんどい努力したことがあるから出そうな言葉だし、楽しさにこだわるのも楽しくない何かに心当たりでもあるのでは。部のコンセプトって言えばそれはそうなんだけど、どっちかというと柿翼のそれは努力したことがないからこその発想のような気がした。そんで柿翼同様に楽しむことを一番にしつつも、努力してきた側としての価値観を共有したのが番外編会話の根元すぐりなんかなと。柿翼の努力を努力と思ってないからすごいみたいなセリフの後に吐くほど努力したすぐりが、俺努力したんだって話してるしな。同じく努力してきたネモがその苦労に寄り添ったことも踏まえて、柿翼は努力できなかった側なんだと思う。部室で頑張りすぎると疲れちまうとか言ってるの聞いた時は、頑張って疲れちゃった経験があるのかなって思ったな。勝負するか聞かれて断った時の断るのもいいよな。いつでも全力だと疲れちまうだっけ。それだと思う。すまん、ちょっと違ったな。参入してて際は食ってても同じ学校の学生だから、本人が思ってるよりみんな良くも悪くも同レベルなんだろう。大学生くらいで遊んでる人間には突き刺さるキャラだな。好きだけど、